おはようございます、こんにちは、こんばんは。リビペンです。今週もナイトウェーブの攻略ヒントをざっくりまとめて紹介していきます。2021年10月4日から10月11日9時までの課題をまとめていきます。この動画では今週の課題をまとめていきますが、同じ課題が出た時も検索で調べられるようにしておきます。では課題の攻略に行きます。まずは息を止めるなというエリートウィークリー課題です。こちらはクバ要塞での耐久ミッションを30分生き残るという課題です。クバ要塞まで解放するには内なる紛争というメインクエストを攻略しないといけないので、詳しくは過去の内なる紛争攻略動画をご覧ください。クバ要塞の耐久はある特殊な動作をすることでクバが入手できます。しかしこの課題では単純に30分生き残れば OK です。次のエリートウィークリーはとどめの一撃という課題です。1500体の敵を倒すだけなので特に難しいことはありません。お次は救出者という課題です。救出ミッションでは監獄エリアに侵入し、救出対象を牢獄から解放し脱出するというミッションです。牢獄から救出対象を助け出すにはハッキングが必要で、それなりに大変です。監獄エリアには抜け道があるパターンがあります。詳しくは過去にアップした救出抜け道解説動画をご覧ください。次は投獄者という課題です。書いてある通り確保ミッションをやれば OK です。お次は支持者とテスト被験者という課題です。こちらの2つは整形マップの右上のタブから受けられます。支持者という課題はシンジケートのミッションを受ければ達成できます。中身はほぼ通常ミッションと同じです。テスト被験者という課題は通常のサンクチュアリ光線をすれば OK です。こちらは時間いっぱい敵を倒しまくってゲートをくぐるだけです。累計8ステージクリアすれば OK です。シンジケートミッションが出ていないという方はシンジケート解説動画をご覧ください。こちらはお宝収集という課題です。こちらはオロキン貯蔵庫を4つ開けるという課題となっております。詳しいオロキン貯蔵庫の開け方は OD モッド折り方解説動画をご覧ください。こちらも動画説明欄に動画のリンクを貼っております。以上が今週のナイトウェーブ攻略のヒントでした。ご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも役に立ちましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いいたします。ではまた次回、さようなら。